徳川頼信は、紀伊和歌山藩の初代藩主、紀州徳川家の祖。陽名は長福丸、玄福に伴い、頼政と名乗り、元那年中に、来信、さらに頼信に表記を改める。慶長七年三月七日、影山殿。慶長八年、二歳にして、日立水戸藩二十万国を与えられる。水戸には入らず、父である寸布の家康のもとで育てられた。 慶長十一年、家康に従い、京都に上り減伏する。他の国持ち大名に御させるため、家康の遺行により、日立之助に助任される。慶長十四年、日ご熊本藩主、加藤清正の次女、八十姫と婚約。翌年九月徳川家より、結納士として、より信のおじ、三浦溜め春が清正の両国、日ご国に下って農兵同年、 寸布藩五十万国に転望された。慶長十六年、家康と豊臣秀頼が京都に上場で会見を行った際は、兄の徳川義直と共に当時まで出迎え、加藤清正に預けられた。後、義直と共に、返礼のなしろとして、大阪城の秀頼を訪問する。慶長十九年、大阪冬の陣でウ人陣を飾り、天皇寺付近に婦人した。 翌年大阪夏の陣では、天皇寺、岡山の戦いで小爪として活躍した。元奈三年正月二十二日、家康も清正も、もはや奇跡ではあったが、かねてよりの約束により前日の清正の次女、八十姫を御連中とする。元奈五年、木の国和歌山十五万五千石に転覆、紀州徳川家の過疎となる。入国の前に家臣を派遣して、以前の領主、 朝の家に対する領民の不満などを調査させている。入国後は、和歌山城の改築、城下町の整備など、奇襲犯の繁栄の基礎を築いた。また、地元の国人を懐柔する、死制度を実施した。さらに、浪人問題を解消すべく多くの対策を打ち出した。慶安4年の慶安の変において、有勝説がよりの部の印象文書を偽造していたため、 抜薬に、無本の疑いをかけられ、十年間奇襲へ、帰国できなかった。同時期、民の維新、帝成功から日本に、援軍要請があったが、頼信はこれに応じることに、積極的であったとも言う。また、将軍、家光のおじで頼信の兄である、尾わり藩主、徳川義直が死去し、格上の将軍家綱が幼少であることから、徳川一族の長老となり、 戦国武将的な性格からも、幕政を司る幕閣には、煙たい存在となった。その後、慶安の変に絡む疑いは、晴れて、無事帰国したが、未だ拡張整備中だった、和歌山城の増築を中止しなければならなかったとも、言われる。漢文7年着難、三津に後を譲って隠居し、漢文11年1月10日死去した。去年70。 奇襲藩主としての治世は47年9ヶ月であり、この間の江戸散布19回、奇襲帰国18回、奇襲在国の通算は21年10ヶ月であった。さらに、隠居期間が3年7ヶ月あり、この間の江戸散布1回、奇襲帰国2回であった。破棄に富む人柄であったと伝えられている。ありがとうございます。